はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。今日の、補正もね、神の HP が 1.05倍 1.1 倍ですね。ってことで、今日使う劇はこれです。はい、リムル&シズさん、これがね、ガチャチケットで当たったのでね、使っていきたいと思います。ホーリーですね。4ターン800の特殊ダメージと、HP を400回復と、でコンボが相手のキャラゴマ1枚につき600の特殊ダメージで最大3600と、まあ、コンボはちょっと抑えめですね。トゥールラとかキンママに見ると、うん、ゲホーリーは、まあ、4ターン決められれば3200の特殊と、1600の回復と、まあ、4800ぐらいのねアドが出るというような感じなんですけどね。まあ、正直ね、こんな駒入れるよりキンマも入れといた方がいいんですけど、まあ今日はコラボなんで、リムル&シズさん使っていこうと思います。ってことで、まあ一応ね、補正的に回復とか暗黒とか当たるかもしれないんで、あると入れておきました。まああとはおなじみのトゥールラとヴィーナスですね。まああんま使いたくないんですけど、ちょっとメフィストでやるならちょっと使わなくちゃなって。特にヴィーナスなんか今日特殊出すデッキが多そうなんで、これで耐えるしかないんですよ。はい、ということで今日も楽しんでそれでやっていきましょう。いきます。はい、対戦よろしくお願いします。てことでやっていきましょう。リムル&シズさんを使っていきましょう。リムル&シズさん言いづらいな。あ、初手から来ましたね。リムル&シズでいいんですかね。エミレムみたいに略します。リムシズ、うん、なんか違うな。うん、リムズ、なんか違うな。まあ、リムシズ、いや、リムル&シズが一番しっくりきますね。はい、行きます。守護者からですね。どうしようか。リムル&シズから置くか、ブラジェから置くか、どうなんでしょう。いやー、これはリッチ取りですわ。確実にリッチは取らないと。でね、僕久しぶりにメフィスト使う気がするんですよね。動画とかであんまりメフィストを使ってこなかった。まあ、なんでかっていうとよくわかんないんですけど、うん、なんかもうメフィスト使うとなるとね、中身がキマもヴィーナス・トゥルラに、ね、なりかねないんで、あんまり使ってきませんでした。ってことで今日はリハビリを兼ねてメフィストやっていきましょう。頑張って。さあ、どうやって動く。ダメージ出しちゃうか。ヴィーナス打っちゃいます。もうさよなら。さあ、しっかりとフォース入れてダメージアドを稼いでいくと、どうなんでしょう。これリムル&シズが効いているのでしょうか。まあね、ぶっちゃけキンマモンですよね。キンマモンここで4ターン決めといた方がなんかダメージ消せそうな気がするんですけど、まあそういうのは考えちゃダメ。今日はリムル&シズさんの動画なんで、でファビオ取りましょう。邪魔なんですよファビオは。消していかないとですね、しっかりと。はーい、ブランジェットでいきます。まあそういえばね、おかげさまでチャンネル登録者がね、1000人いきましたっていうことでね、僕はね、速攻で収益化申請しました。はーい。まあね、別に、まあ何に使うかっていうのはね、隠さないんで僕は。皆さんにね、見てもらったので稼いだ収益はですね、すべて超ゴマに行きます。僕は超ゴマにすべて使います。それだけは言っておきます。ってことで、はい、ここにリリティエ。まあ、今ものどうせ使われてもいいんで、リリティエを置いておきます。特殊ダメージ出してくれたら、おいちいというような感じですね。はい。まあ、つなげてこないでしょうね。さすがにつなげないべ。こんなね、あからさまなこの罠、リリティエ。もうあからさますぎる。めちゃくちゃあからさま。まあ多分、まあそうですよね。そうなりますよね。もうね、誰でもわかる、この罠。もう狙ったかのように置いた罠ですからね。エンデが打ちますか。最大火力の4枚返し。まあ今も貼られてますけどね。まあめちゃくちゃ出るんで。いきまーす。こうなんですよ。あ、ブランジェッタ最強。まあ、エンデガが最強ですね。はーい。あと1851。で、相手も置くところほぼほぼないですからね。行ったんじゃないでしょうか。まあ、さ、トゥールラで飛ぶか、次。うん、大丈夫だな。相手はどこだ？どこに打つ？ヘイ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 。メフィストさん。オッケー、エンデがそこか。リリティエのコンボがつながりますね。
まあ、ある程度ダメージも食らってるんで 1.56 倍ぐらい出んのかな、わかんないですけど、うん、倍数でいいですかね、倍数打ちます。これで終わりと。まあ、リブル&シズさんも多少は聞いてたんじゃないでしょうか、ホーリー。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ヌラリヒョンと。ははー、僕もヌラリヒョンが欲しい。メフィストじゃなくてヌラリヒョンを使いたい。だから、まあ、次、もしも、今月はいつ来るんだ今日ごま。それが来たらね、ヌラリヒョン頑張って引きたいと思います。ってことでやっていきましょう。初手のエンデガはお1。いや、メフィストとかはね使ってると分かるんですけどね、あの初手にエンデガが来たとしてもね切りたくないんですよ。エンデガバイセってね絶対初手で切りたくないんですよ、持ってても。2体来たら切るんですけど、どっちか1体だと必ず切りたくないんですよね。絶対なるフィニッシャーなんで、もうね、エンデガを捨てるとね、それだけでね、フィニッシュ力がなくなるっていうね。はい、相手から金魔門が出てきちゃいました。もう、しょうがない。金魔門が来るんだったら、リムル&シズさん置くしかない。いやー、こっちはな。ダメージカットされたけど、400回復だけ。相手は 80% カット。絶対ここ金魔門置いた方が強いだろ、これ。あと、金魔門貼られるね。うん、罠。あ、これはいいな。これリリティ置きますか。もうリリティエの悪いところって、もうこの金魔も置かれたら4ターンの間リリティエ置いたら600で回収しかれかねないっていう、されかねないっていうことが嫌なんですよね。本当にもう繋いでくれますかねこれ。一旦逃げられるってことあるかな。まあ繋がって、おお、マジか、めちゃくちゃ攻めてやる。ゴリ押しだー、なんつうゴリ押しなんだ、ゴリュリー、えぐいですね。トゥールラ回復されたくない。あると置きますかこれ。マイティ、いやマイティか、これどっちだろう。いやあるとでいいか。ホーリーのね回復を消しましょう。僕はしっかりと回復して相手はダメージを食らうというような感じで、うん、ハルト痛いな。1万、これは、もしかして、やばいやつですかね。まあ、マイティ置くんですけど、マイティ置いて、特殊ダメージ与えて、700の毒と。うん、これ一回、シズさんに当てられたりとかしてやって、おう、繋げてくれるのか。これは美味しいぞ。エンデガ3枚返しで飛ぶんじゃないですかね、これ。今日エンデガのアタックも高いですし。やっぱね、エンデガはさ、こうやって最後まで残しとくのが一番いいんですよ。まあ、バイセも来ましたけどね。まあ、どっちでもいいけど、エンデガでいきます。こうね、エンデガとバイセ。で、特にね、こうやってバイセが引けなかった時に、初手で切る駒がないからってエンデガを捨てると、負けちゃうっていうのがね、結構あるんですよね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。来た、アパラン。はーい。いきまーす。アポロンさん、ぶっ飛ばしていきましょう。ヘイヘイ、マイティかなこれは。マイティでしょう。この罠はね、なんだろう。レニアド？安心と安全のレニアドパイセンですか？まあ、確認してみましょう。はーい。マイティやんけ。マイティでご挨拶してますね、僕ら。まあ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 。返して、返さないでくれ。風車で来るかな、仕打ちで来るかな、どっちかな。うん、吸収でしたね。まあ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 、いい感じ、いい感じ。何がいい感じなんだ、何がいい感じなんだよ。あ、リッチ置こう。これリッチね、大事。ここのリッチ。リッチ置いて、しっかりと毒を与える。いいですね、この毒。やっぱ700と450の寝毒を与えていくとね、しっかり少しずつ削っていく。もうほぼほぼね、あれですから。これを置いたことによって、もうマフィリ並みのね、削りの速さ。うわぁ、ヴィーナスか。打つ駒がねーどうすんねー。ヴィーナス行きますか、X。まあカットされますけど、まあしょうがない。エンデが打てないし。リリティ X なんて行くやついないでしょ。
行ってもよかったのかな。どうだろう。まずはお相手がどう来るか、挟むのか、挟みはしねえか、何で来るかだな。ハルト、まあ、エヌマリアと言った方がいいか。はーい。おう、マジか。いやー、こっちか。まあ返されてもしょうがないと思いながら、できれば返さないでくださいと思いながら打ちました。だってリムランドシズさん、ちゃんとしたところ置きたいっすもん。オッケーオッケーオッケー。じゃあ一回シズさん、リムランドシズさん行きますか。まあリリテーもあるんでね、次、D1 来られてもしっかりと返せますし、 D1 来なければ美味しいですしね。どこに来るんだ。バナ取ってくるとかありますかね。そうすると本格組めるんでいいんですけど。あ、来ましたね。トゥールラ、ビナトゥールラ。はい、きえー、厳しい。ハル置きます。まあしっかりとダメージ出して、まあホーリー、まあこういう対面はホーリー強いのかな。やっぱ回復されたくないですもんね、アポロンとか。うん、多分。でこれがどこに来るか。ダブコンしてくるかな、吸収で。そうするとな、嫌だな、ダブコンで吸収されるの。どうでしょう。めちゃくちゃね。あ、そっちか、そっちか。そっちだったらゾノバトリ、一回ゾノバトリでもいいかな。まだ1万2000あれば。そうだな、ゾノバトリだな。はい、これでダブコン作っといて、でファビオのコンボ使われてもね、まあ、飛ばないんで、ファビオのコンボつながれたら、まあ、繋がれても繋がれなくてもあれか。エンデガとブランジェット繋げばいいか。僕はしっかりとね、エンデガ取っときますよ。はい、ロックが来ると、ロック！ロックが来ても、一応、ブラジが、あ、ブラジねえや、ルキアが下なんでね、ルキアが出ますね。あ、大丈夫、アルト出ないよね。あ、オッケーオッケー、今日はアタック上がってるんで、ルキアで。まあ、とりあえずファビオとリルキアでいいんじゃないでしょうか。はい。アポロンは出させない。でしっかりと400の回復も入れると、こういうことですね。大事、ルキア大事で、あとはエンデガですかね。やっぱりここでも活躍してくれるエンデガくん。いやー、やっぱりエンデガさんは切れないっすわ、初手に。大事大事。はい、1.8 倍出て、おお、ほら、やっぱエンデガをこう取っとかないとね、この手駒、エンデガくんしか飛ばないんで、こういうことなんですよね。やーべ。あれ、エミリア&あ、違う、リムル&シズさんの動画か。エンデガばっか活躍してんぞ。はーい、体勢よろしくお願いします。わーお、なんだっけ、ヌワザだ、ヌワザおじさんですね。あ、強、引きつんよ。あ、これは引き強いですよ、僕。神様みたいな引き様、引き様ってなんだ、引きですね。まあアルトでしょう。ここでアルト捨てないやついる？いねえよな。ってことでアルト捨てます。さよなら。おっと、レニアードじゃない、それは特殊罠か、返し罠か。最近はね、あのクリスマスリリティア入ってる人とかもいますからね、ここはしっかりしないといけない。意識のね、回復がしっかりとアンチヒールで返していくと、おいち、はい、倍数来ました、倍数来ちゃいました。いきまーす。リブル&シズさん、返し罠じゃなかったので多分特殊かな。はい、どん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 相手とね、体力差をつけていく。ホーリーホーリー、トゥールラも打っちゃう。このね、2つ打ったら多分相当のダメージアウト稼げた。あー、ギマボだまたギマボだ。今のオセロニアを代表する駒ですね、金マモン。金マモン、トゥールラ、どこからでも出てくる。しかし僕は負けないぞ、リムル&シズさんの凄さ見せてやっかんな。
どうしよう、相手どうするかな、囲う、もしかして、それとも挟む、挟んだらトゥールラ、おお、そっちか、相手もホーリーですね。じゃあまあリッチのコンボ使いますか。マジリッチのコンボマジで強いんで、こいつ X 行ったら僕は取りたくなっちゃいますよね。だって英語なのに2900ぐらい出してましたよ、特殊で破格。さあこっからどうするか、罠は取ってくるか取ってこないんですか、どっちなんだい、どっちに来るんだい。バフォメットだー無理だー、それは返せないよー、毒は返せないんじゃん。まあでもですね、まあトゥールラでしょ、ゴリゴリしゴリ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 、相手との HP 差6000、いやこっち行かない、 X の方が良かったかな、左下 X の方が良かったかな、まあ大丈夫か、さすがに当てられないでしょ。そこそこですか、へいへい、じゃあ春打ちますか、一旦春、はい、いいダメージですね、回復量高えな。こっからどうするんだお相手は、あんと僕はどうする、バイスは持ってますけどまだダメージは出ない、ダメージを出してくるのか、とりあえずも IT は取ってきそうですよね、ルキアで 取られるか、ルキバイス出ちゃうじゃん、バイスさようならじゃん。どこに置くのがいいんでしょう、まあこっちでいいか、で A2 に来て4枚返し作ってきたら中入って、でまあエンデガの1枚返し、まあそうしますか、オーバイス打ってきましたね、痛いけどまだ僕は1枚あると、フィニッシャーがいない、エンデガ引きたい、エンデガ引かせてくれ、とりあえず中入ります、まあこれでねえ、あとはまあ飛ぶか次のターン3000ですもんね、1700は毒が確定で入るんで、であとはバイセトリぐらいかをつなげてきてくれた、あこれは確定で飛ばせますね、最後にリムロ&シズさんのねコンボ使って終わらせましょう、はい、っていうことでいきまーす、トントン、これでいくつ出るんだリムランドシズさん、おおマックス出てる、いいですね、6体いたらマックスか、はーい、対戦ありがとうございました、まあ、こんな感じですねリムランドシズさん、はーい、対戦終わりましたってことでね、リムランドシズさん使っていきましたけどね、やっぱり置くと分かりますね、キンマモンってぶっ壊れてますね、あっち置いといた方が安心感がずば抜けて高い、特に今日なんかは、やっぱダメージカットした方がいいですね、400回復するより80% カットっておかしいんですよ、もう4ターン、まあ、そんなあんなやられて置かれたらねもう泣いちゃうよ、金馬も置かれたらってことで、そんな感じですね、まあカップ戦でワンチャンっていうような感じの性能じゃないんでしょうか、はい、ということで今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います、よかったと思ったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします、それではさよなら。